まあそうなんでしょうね。まあ今のことを、今のこの経緯を見ますと、まあやはりそうじゃないかなというふうに思いますよね。それしか説明できないでしょ。説明できないですよね。まあ、もちろん野党にはね、はなから期待してないですけれども、本来的にはこれ野党すごい突っ込みどころ満載ですよね。だって主権侵害なわけだから。そう。で、これを突っ込んでる野党が参政党だけという、1議席しかない参政党だけが質問主意書をね、2回出してるとそうですね。いうことね。だから日本の野党、これなんてもう真っ先に追及しなきゃいけないこと。じゃあ、維新の会とかどうしてるわけ？あるいは国民民主とか。全部の、ノータッチですね。それはおかしくない？それは。おかしいですよ。絶対おかしいでしょ。今回のこの、件ですけれども、海外警察の件っていうのは、もうあまりにも深刻なことなので、これを触らない政党っていうのも、これ踏み絵と同じなので、これに触らないということは、もうどちらかといえばそちら側の勢力に組みしてるんだなというふうに思われても仕方がないですよね。もうそうとしか言いようがないよね。参政党以外みんなそうなっちゃうわけ、そしそうたでら。す。だから参政党が逆にもう今、唯一の希望の星になってしまって、あまりにも役割が大きくてですね、参政党がこれから果たしていただくべき、大丈夫かな、たった一人でっていう感じですけど。いやー、そうちょっと無理だよね、それはね。だからこの自民党のこの沈黙、これは本当に怖いと思うんですよね。不気味ですよね。あまりにも沈黙が過ぎるから不気味ですよね。まあ、まあ例の7.8奈良テロ事件ね、あれもそのいろんな矛盾がありながら、その真相を追求しようという方向には全然いかないでしょ。みんな下向いちゃってるでしょ。もうなかったことにしようよ、ねえみたいな感じになってますよそう、もうそれについては触れたくもない、聞かないでくれっていう形でしょ。そしてこの件もこんなあからさまな、まあ、あっちはもろテロですね。もちろんあれももうとんでもない事件だけども、そしてこれもとんでもない、まあ、事件の一つですね。全部これを黙認してる、見て見ないふりしてると、これはもう主権がなくなってるってことかな。そうですよ。もう主権は実はもう私たちの見えないところで別の国に動いちゃってる可能性があると思いますよ、正直言って。だから何も言わない。何も言わない。だって安倍さんなんてこの国のリーダーだった人じゃないですか、長年にわたり。で、あんな、不自然な形で亡くなられて。それでも追いかけないって、で誰も言わないし、身内からそういう声が出ないっていうのはやっぱり異常ですよ。で、それでね、それも本当にもう異常も異常なんだけれども、ただその比較的こう、まあ、中国がやってることに対してはまあもうちょっと言えてもおかしくないんだけれども、全体として追及がやはりこれも甘すぎるし、うますぎる。そしてだって自民党だって普段尖閣が云々とかって言ってるわけです、一応。そう、一応ね。一応言ってるのに、このあからさまな問題に関して沈黙を続けて野放し状態っていうのは、これは平井さんどう思います？まあこれは別に日本に限定された話ではなくて、欧米でもあるんですよね。で、私がまあ、米国のサイトを見てる限りでは、米国はこれを放置しておくと際限なく進むから、まあ対策を取ろうというのが先週ぐらい出てましたね。だから米国は多分これ取り締まりで動くと。で、英国はじめとする欧州も多分そういう動きに出てくるだろうと、その後じゃないかなと思いますね、日本のいつものパターンでね。で、とにかくこの在外警察っていうのは、まあ、主権侵害であることは言うまでもないんですけど、要は亡命したり外国に逃げた中国人を監視する、それから脅す、で恐怖心を植え付けさせる、で海外に出ようが何だろうが中国共産党に逆らえないようにするための組織ですから、これはまあ排除しなきゃいけないのは自明ですよね。まあ、それは森永さんね、それはもうアメリカもヨーロッパも当然動いてるわけですよ。これは世界的な問題だから。だからこれは
まあ、中国という国がまた共産党がどういう性質を持っているかということをもう自らあらわにしているわけですよね。で当然これは主権国家は動きます。でもこれ今の平井さんの話みたいにね、それは後を待つ理由ってないじゃないですか。そうです、ね、後追いする理由じゃない。これこういうことは真っ直ぐやんなきゃいけないわけですよ。そうです、うん、待っていい局面もあるので、これは待っちゃいけないでしょう、うん。まあ、なのでね、本当にこの外交一つとっても、まあ、今日はね経済と経済安全保障で終わっているって話をしましたけど、やっぱ外交も似たようなところがあって、例えばこのロシアウクライナの時にもうなんか率先してロシアのなんかこう偉い人を追い返すみたいなことは、うん、そういうのを率先してやるくせに、はい、こういう主権侵害に関しては多分他の人がこうどうするのかなってキョロキョロしながら、みんながやったらようやくじゃあうちもやるかみたいな感じになるっていう、うん、こうなんか優先順位がつけられないっていうか。そうね、だからまあウクライナの戦争だったらもちろん重要だけれども、日本が関与してるわけではないので、うん、だからそれでいきなりまあ、ロシアの外交官を追放するというのは、まあ、それはある意味戦争参加行為になってしまうから、うん、普通だったら、まあ、しない、いつも日本政府だったらしないじゃないですか、うん、それをするっていうのはね、やっぱり相当な圧力があったはずですよ、うん、だけどじゃあ今回圧力ないのかってことなんですね、うん、そこが不思議でしょうがないわけ、うん、いやいや、どんどんアルゼンチンとオーストラリアとあともう一カ国、うん、あギリシャだったかな、うん、アメリカもそうなんですけども、もうすでに動いていて、あの廃止、あのその設置を、まあ、やめさせてる国とかあるんですよ、うん、でもう早くも動いてるところが多いんですけれども、日本ってすごいですよね。多分他の残りの52カ国が全部動いて、うちってなるレベル、いやそれでもやらないかもしれないですよ日本の場合は。いやなんかそしたら他の国に行ってたのが全部日本に集まってたとかね。そう、それある。そう、全部なんか全部日本の全ての都道府県にあったなんてね、全部戻ってきたね、はい、普通の国なの、まともな国なのやりますよ。うん、だからいやそれこそだから中国の外交官を追放しなきゃいけないような問題ね、これは、うん、こっちこそね。そうですよ、速攻追放ですよ本当に、うん、それこそ本当にやらなきゃいけない問題、うん、だから主体性が必要な時にやらない、うん、そうでしょ。これはまさに自分って当事者なわけで、我々は日本は当事者なわけだから、そういう時に動かなきゃいけないのに動かないと、うん、で他の、まあ、第三者的なことの時に動いて、うん、こういう時に動かないと、うん、だからそういうものの、ね、一現象として、いや一つの現象としてね、ハイクビジョンとかダーファンの監視カメラを拡散しましょうとか、ね、はいはいはい、そういうものとね、これつながってると思いますよ。そうか、監視カメラの拡散、それから太陽光パネルの義務化、うんうん、もうそういうことを考えると、もうすでに中国政府の統治下にあるのかもしれない、うん、あるかもしれない、うん、もうすでにあると思った方がいいかもしれないですよ、うん、それでその前提で動かないと危険かもしれないです、うん、これはどう考えてもおかしいもんだって、これ、うん、説明できないこんなことは、うんうん、ただ国民にまだ言わないだけみたいな、まあ、あと宏池会がやってますからね、なんかこんなことになるんですよ、うんうん、いやここまでひどくなるとはね、正直絶句ですね、うん、はい、はい、ありがとうございました。そしてちょっとですね、はい、私のツイートここにもう一つありまして、ええ、中国統一戦線工作の一端を垣間見れる店が赤坂見附にオープンしていたのですね。ファンシー会場というのがありまして、でファンシーとニコイチの自民党参議院議員松田新平の花輪も、ファンシーあるところに中国人女性秘書と松田新平ありということでですね、これ動画もあってですね、もう本当に正々堂々とやってますので、なんかわけわかんないんですけれど、ファンシー紹介、ファンシー会場というファンシーがオーナーの会員制の飲み屋さんなのかな、クラブみたいなところがありまして、あ、これナイトクラブなんですか？ナイトクラブだと思います、うん、カラオケとかがあってね、歌ったりできるようになってますし、うん、でそこに会えるよって、ファンシーに会いたかったら会いに、いいです、会いに行っていいよっていう、会いにおいでっていう感じかな。赤坂見つけて、あ、いや私この場所よく知ってるっていうところでした。もう笑ってしまいましたよ。でこれちょっと前ですからね、でもファンシー会場ができたのは。あ、そうなんですか。はい、で最近ちょっと分かって、こんな店も作ってるんだということで、ファンシーに会いたい方はぜひ行ってみてください。まあただいろいろ危険があったりするんじゃないかなと思うので、
十分留意した上に行ってください。まあ、松下新平議員に会いたかったらやっぱここ行けばいいんでしょうね。そうですね、うん、いやいやいや、まあこれは本当にだけどあれですね、まあ、文化人は一応政治経済バラエティ番組というコンセプトなんですけども、うん、内容が深刻すぎてなんかちょっと笑いが消えてるというか、うん、2人ともちょっと顔色があんま良くない気がする。いや、岡さんも声が静かになっちゃってますから。いや、これはね、やっぱりあまりにも致命的というかね、うんうん、だから多分これ、ね、多分こういうことを話題にして、じゃあ議員会館に行って会ってくれる議員が何人いるかですよね、うん、そうですね、うん、だからこれもうこの話はしたくないと、うん、と言われる可能性が十分あると。あ、なんかいろいろあるかもしれないですねなんてお引き取りくださいって感じになりますよね、うん、でそうすると下手するとよく言われるのが、これ僕だいぶ前に言ってたんだけど、台湾が危ないって言ってるけど、その前に尖閣の方が簡単に取られやすいわけですよ、うんうん、だから台湾有事ってことばっかし言ってるんだけども、いきなりまず尖閣を奪取されるっていう可能性常にあるわけなんですね。何しろ人も住んでないでしょ、うん、でそこで防御が薄かったらいきなりそこを強奪されても何もできないという可能性があって、で、その尖閣をその強奪されたらですね、そこを拠点として、そこも拠点としてより台湾に圧力かけていくっていう、うん、そっちへ行く。だ順番がね、台湾が侵略されたら尖閣が危ないとかっていうんじゃなくて、その逆をやられる可能性もあるわけです。でさらにですね、まあ、台湾がそういったですね、まあ、現在、まあ、これ間接直接の、両方で、やられてるわけですね台湾。ちょっともうちょっと出しておいて。でだけど実は日本もすでにやられてて、なんか気がついたら日本の方が先に終わってましたみたいなことあり得ると思うんです。あ、長尾隆さんより情報ですね、守る会では29日にこの19日に字が下手。19日に秘密警察に関して、これ議論していますということですね、うん、これは本当にあの守る会ですからね、あの本当に守ってほしいので、これはだからあの本当に盗作しているのはね、本当守る会に頑張っていただきたいと思います。しかしその自民党、よくあの守る会とかが報道されるときって自民党内保守派とかって書かれるんですよ。だから自民党という党は別に保守政党じゃなくて、その中の守る会みたいな人たちが保守派 でその保守派の集まりの中でだけ問題になったということになるわけ。それはおかしいんで、これはその自民党の中で保守も何も関係なく、これ国家主権の問題ですから、もう自民党の問題として、全体の問題として取り上げなきゃいけないし、こういう時にそれこそ官房長官、副長官、先頭を切ってやらなきゃいけないはずですね、うんうん、まあ、まあ、まあ、その政府側の人間と党側の人間は違うんですけれども、あのでもそれをオーバーラップしてやらなきゃいけないことだと思いますね、うんうん、はい、というわけで、ちょっと大変深刻な問題ですけれども、これ改めてですね、またあの長尾先生にもアップデートをしていただきましょう。そうですね、お願いします、はい、佐々木さんもこの件引き続き追跡お願いいたします。はい、はい、それではこのセッションはここで終わりまして、また次のセッションでお待ちしております。はい、よろしくお願いします。